人でですね、短いタイプ。はい、先生、今日は晴れです。あ、晴れですね。今日は晴れです。冬晴れですか。今日は晴れです。晴れです。はい。晴れですね。今日は晴れです。冬晴れですか。今日は晴れです。晴れです。はい。晴れ。本日は、どんな、この、ことの、ことリビア。ことリビア、よく聞かれる質問。よく聞かれる質問、はい、よく聞かれる質問。ライブでことのライブやりまーすって言った時、はい、こんな感じ見たことありますね。あーそう、このこと、あ、いやこれ、あ、このあ、こっちですね。いや、あの、どっちかというと、ことっていうともうこっちのこのことみたいな。みんなこっち、あー、このことをイメージしますね。こっちをイメージしますね。なんかこっちの右のことはね、こっちをイメージしますよね。いや、こっちをイメージすると思うんですよ。あ、ことけ、あ、ことえもみたいな。こっちをイメージするんですよね。はい。けど正確にはね、これ違う楽器ですね。あ、違う楽器。こっちじゃないんですよ。これじゃないんですね。こっちの楽器はね、これ、まあ、そうって言うんですけど、こっちですね。あ、竹編の竹冠の竹です。マスじゃないですよ、竹ですよ。あ、竹。はい。なるほど。あー、なんかでもこのことのがこっちを表してる感じがしますね。まあ、奏曲って一般的に書かれるんですよ。奏曲コンクールとかの字は、はい、こっちじゃないですよ。あ、こっちなんです。なるほどですね。で、違い何ですか、はい、って聞かれますね。じゃあ今日はこの違いを解説してくださるということですね。はい、いやー、楽しみです。以上です。はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。で、ことなる、ことなる点を、ことなる点、あ、解説します。なるほどですね。このこととこのことの違い、はい、ね、まず、はい、こっちはまあ奏曲とか言ったりする方のことなんですけど、はい、正しくはこの感じが正しいです。あ、なるほどですね。これね、この楽器、正しくはこっち、竹冠イコールこっちのことですね。けど実際携帯電話でこととか検索してもね、はいはい、あんまりこっち出てきませんわ。あー、そうですね。いや、ちょっと今令和になってから分かりませんよ。あ、令和になってから、はい、分かりませんけど、だいたいこっちが出てきますね。だいたいこっちことって検索する。このことえもの、検索すると。はい。で、常用漢字になかったからこっちになっちゃったんですよ。あ、常用漢字になかった、ね。こっちないんですよ。ほぼないと思いますわ。ああ、うん、あの、検索するこう、まあ、辞書みたいなのですね、はい。出てこないと。出てこない。なるほど。こっちになっちゃったんですけど。なったんですけど。これは、はい、今言う正しくはこっち。正しくはこっちが正しいよ。はい。は、ことじがある方。あ、ことじが、この白い柱、ことじ、あ、これがことじ、弦の下に柱と書いて、ことじ、柱があるんですけど、はい、このことじがあるのがこちらの楽器。ああ、なるほど、こっちです。ことじがある方、ことじがある方、この柱がある方がこれと、はい、そう。あ、へえ、そうだったんですね。ことじがある方、ことじがある方、あ、おお、お上手ですね。ことじ、あ、こう、当時、これわかりやすいですね。ある方がこっち。あ、なるほど。こっち。はい。で、今年がない方。ない方。こっち。あー、あの、なんかあれですね。あの、女神とかがこう。女神。ハープ、うん、ハープみたいな。ハープみたいな感じ。ハープみたいな。うん。こと、ことの。これまあ雑学で言うと、英語で言うとジャパニーズハープっていう、ジャパニーズハープ、向こうで通じるって言われてますね。なるほどですね。ことって言っても多分ね、アメリカ人分かんないと思います。ああ、ことって言われてもジャパニーズハープって言って、おお、ジャパニーズハープ、ああ、なるほどですね。僕は友達のお母さんの友達の親戚がアメリカ人だったんで、アメリカ人、よくハープって言われるんですよ。ハープ、あ、そうハープ、そう、友達のお母さんの友達の親戚がアメリカ人の人と仲良かったから、ハーフって言われるんです。ハーフって言われるんですね。ザ・ハーフ。ジャパニーズ・ハーフ。ジャパニーズ・ハーフとハーフをかけたと、ね、かけたということで。その心は、その心は、今日の空模様です。今日の空模様。あ、空模様が、曇ってると。曇ってると。で、話がそれなかったんですけども、はい、それなかったんですけども。これドストライクなわけですね。ストライク。今年があるのがこっちですよ。ないのがこっち。で、はい、ちょっと、はい、ただこっちに金って呼んだりするんですよ。金。あ、金。だから趣味は何ですかって言われてね、うん、はい、こっちの漢字を書くとね、はい、あの、全くね、和楽器やったことない人は、はい、ショーって言ったりするんですよ。ショー。あ、ショーってなんかありますね。間違えられるんですよ。雅楽で使われる。使うショー。ブーっ
ていうあのフルート、あー、はい、ブーってやつね。あれとも確か似てますね。と間違えられて、え、松本くんショーやってんの？あ、ショー、ショーありますね、ショー。県民ショー、何やねん。え、わからん、何やねん。と思ったら、はい、どうやらこの感じを、はい、ショーと呼んでね。確か読めなくもないですね、ショー。ただね、はい、ただあえてこっちの漢字を使って、はい、僕もことってやったりします。あちょっとおしゃれでね、こっちを使った方がちょっとね、はいおしゃれな感じで、はい、一般的にはこっちの O2 つの今の金って書いた方が分かってもらえる確率はぐんと上がります、はい、ああ分かりやすいっていうねこっち書いてもね、はい、やってる人しかことやってる人はあ、まあ、ことのライブだな小垣のライブだなとイメージできるけど、はい、こっちの方がね今は、はいはい、あおことのライブやなっていうふうにもう分かってくれる方が多いですなるほどですねであえてこっちを使うこともありますね、はい、けど、ね、僕はどっちも使いません、はい、あ、どっちも使いませんあえてねはいあえてこうとこと芸にあーと書いたりしますこっち書いたりこっち書いたりするとえ、はい、なんえ草芸人草芸人草芸人金芸人金芸人って間違えられるのであえてもうねひらがなで書いてこと芸人ざっくり言うとこっち専門的な人が使う漢字、はい、専門的な人こっちはまあ一般的に分かってもらいたいなっていう時に使う漢字専門的最終向けと専門的、まあ、一般向け一般向けで僕はもうどっちもこれ読めないっていう人おるからもうひらがなひらがなひらがなああなるほどですねを使うようにしますこと芸人はい、じゃあまとめると、まとめるとこっちの漢字は、はい、こっちの漢字はことじがる方のなるほど楽器ですよとこんなになるほどことでないのがこっちのことこっちの方ですねピンじゃあこの糸の数とか弦の数とか関係ないんですねそうですねなるほどこっちはねあのまあ正確に1分なんか張ってて、はいどうたらこうたらして音の調整を高さを変えていく触る位置かななんかへこっちの件に関してはね僕ね詳しくないですああ詳しくは詳しくはで見てくださいはいで見てくださいということですねああなるほどああ先生今日は非常にこの、はいはい、分かりやすいとか、うん、今までこう謎だった謎だったことの違いですね、うん、このこととこのことの違い2つあることの感じうん、いやー分かりやすかったですね分かりやすそんなシンプルだったんですねシンプルです今年があるかないかとないかいあるかなるほどあるかないといやないかあるかないかないかということですね、うん、いやーということで、うんまあ、こちらではこと、うん、教室こと教室をやられてますやられてますこと、はいまあの演奏依頼なんかも受けてこちらでいや今からもうちょうどシーズンですよちょうどシーズンですよ正月って言ったらもうことみたいなことちょっと弾いてみたいとかい演奏を聴いてみたいという方はぜひいろいろお待ちしてですねああいいですねこっちシーズンですよはい、はい、いいねと思った方はチャンネル登録、はい、よろしくお願いします、はい、ということで本日はことのこととことの異なる笑い事でしたありがとうございますさあ